はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はグランパスの補強について話していきたいと思います。このチャンネルはグランパスファミリードラゴンズファンの僕が皆さんと情報を共有するチャンネルです。ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。では本編に行きましょう。2021年12月の29日、セレッソ大阪からチアゴ選手が期限付き移籍することが発表されました。キム・ミンテ選手が退団し、センターバックの補強は必要でしたが、何の前触れもない唐突の発表には驚かされました。ということで、今回はグランパスに新加入したチアゴ選手について調べてみたいと思います。まずはプロフィールから。チアゴ・パグヌサット選手。1990年6月17日、ブラジル出身の現在31歳。ポジションはディフェンダーです。身長191センチ、体重89キロ、利き足は右です。ブラジルリーグでプレーした後、2021年にセレッソ大阪に加入。ディフェンダーながら、今季は21試合で5得点をマークしています。天皇杯グランパス戦でゴールを決めたシーンは記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。まずはチアゴ選手の過去のプレーシーンを見ていきたいと思います。ダンクレニアサイド、その遠いサイド、チアゴか。先制ゴールが生まれました。バッツバッテマブルシートを少しチアゴは不利になっています。カーブしてつきます。ニアに来た、こぼれ球、チアゴだ。ヘディング1点返しました。セレッソ大阪、最後仕上げたチアゴ。セットプレーのチャンス、セレッソです。動き出して下からのボールを、またチアゴが来た。強い、素晴らしいゴール。なんと今日2ゴール目。またスピードやビルドアップ能力は高くないものの、191センチと大型で空中戦に強い選手です。今季のゴールシーンもセットプレーから空中戦で競り勝っての得点がほとんどでした。来季マテウス選手の精度の高いキックからの得点見てみたいですね。守備も積極的に相手に飛び込んでいくなどアグレッシブな選手ですが、その分失点に絡むこともあった模様です。それでも ACL でベストイレブンに選ばれた選手、ぜひグランパスで活躍してほしいですね。ということで、今回はチアゴ選手について話をしていきました。今後もグランパス、ドラゴンズの話題を喋っていきますので、見てもらえると嬉しいです。この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。